背景、「あなたの見る世界がどうか光に満ちた温かい世界でありますように」「手紙の出だしというものはいつになっても悩むものでこの一文を綴るのにも随分と時間がかかってしまった」「けれど書き始めさえすれば次々と心の奥から言葉が湧き出すのだから」 不思議なものだこういう時手紙は絵と似ていると感じる筆やペンを手に思いを形にしようと紙にのせて見てくれた誰かに届けるそれが飾り立てた美しい巨像なのかむき出しの本心なのかも書き手によるのだあの子は今頃どうしているかしら 絵を生涯の趣味として一時は先生だなんて呼ばれた私のこの久しくつづる手紙の宛先はかつての教え子の一人とある出来事で心を閉ざしてしまった孫と同じ年頃の少女だった当時学校にも行かず部屋に閉じこもってばかりなのだと少女のことは風の噂で聞いていた 同じ地域に住んでいるというだけでこの手の話は嫌でも耳に届くものだ世間というのはある一定の基準からずれるものに対して風当たりが強いそんな基準すら誰かが勝手に決めたものに過ぎないというのにけれど普段ならば煩わしいだけのその手の話題もこの時ばかりは興味を惹かれた その少女は部屋で一人絵を描くのだという私は少女がどんな絵を描くのか気になったのだそれから少しして知り合いのつてで私は絵の先生としてその少女に会いに行くことができた少女の名前はひなた自室に閉じこもっていると聞いていたけれど 突然の面会を拒否されることもなかった。けれどそれが歓迎などではなく拒否や拒絶なんて劇場をにじませることさえなく淡々と氷のように固く心を閉ざしての結果なのだと対面してすぐにその温度のない瞳を見て分かったそれでも私はそんな少女にとびきりの笑顔を向ける はじめましてひなたさん私ははるひ今日からあなたの絵の先生よよければあなたの描いた絵を見せてくれるはじめましてはるひ先生絵ならそこにあります彼女が指さした先部屋の角に無造作に積み重ねられた絵を私はそっと拾い上げる 窓から見えるガラス越しの美しい夜空や青々とした葉を揺らす木々柔らかそうな雲の流れを切り取った一瞬の空模様キャンバスに描かれたそれらは一見美しい色彩をしたものばかりだったまあどれも上手だわでもあなたの絵はとても冷たい色をしているのね 冷たい色感触ばかりってことですか。それなら、そっちの花は黄色。いいえ。そういうことじゃないの。絵はとても綺麗だし、独学でここまで描けるなんて大したものだわ。でも、一瞬ためらって。それでも私は、率直な感想を口にする。絵に嘘はつけなかった。 あなたの絵からは熱を心を感じないの作り物みたいに上辺の綺麗なものだけを取り繕って固めたようなそんな冷たさ欠けることなく輝く夜空にたゆたう美しい満月色あせたり傷んだり枯れたところもなく造花のように鮮やかに咲き誇る花々 永遠に続くような光を帯びるのに底の見えない波間真っ白なキャンバスを埋めるように描かれていたほころび一つない完璧な世界はされど希望に満ちたものではなく叶わぬ夢のようでどこか物悲しい現実の嫌なものや悪いものを全て排除した世界それが彼女の心の鎧のようで 私はそっとその傷だらけであろう生身に触れたくなった日向さん私の言葉の意味心当たりはあるかしらわからないです絵はそもそも作り物でそれに綺麗なものだけを描くのは悪いことですか悪くはないわ。 これだだけけ美しく描けるのの。もも才能だ,ものだけどそうね少しもったいないなと思っただけもったいない心を閉ざし簡単な受け答えしかしてくれないのだと彼女の両親から聞いていたけれど絵に関してはきちんと対話をしてくれるそんな様子に私はつい表情が緩む 寝は素直で好きなものや嫌いなものがはっきりした性格なのだろう自らを守ろうとするその重たい鎧を脱いだ時彼女はきっと素晴らしい絵を描けるようになるはずだ例えば光はどんなに強くてもそこにあるだけではただの白なの純白は光は皆が憧れる純粋な輝き けれど、それだけだと白紙と何も変わらないわたとえ暗くて怖くて望まないものだとしても影があって初めてその白が光だと知るでしょう私は窓際のイーゼルに載せられたまっさらなキャンバスをなぞる彼女はまだ幼い 今は心が闇に覆われてしまっているのだとしてもそれを見ないふりして額縁の中のきれいなまやかしの世界を求めているのだとしても光も影も全てを受け入れ表現することを覚えれば彼女の未来はこれからいくらでもどんな色でも描くことができるはずだ私はきれいなだけのハリボテではなく そんな彼女の絵が見たかっただからね私は思うの完璧ではない世界も美しい嫌いがあるから好きがわかる光と影は表裏一体それに気付けないのは少しもったいないわでも私はもちろん美しい理想のものだけを見ていたいと思うのも否定しない 私も昔はそうだったもの先生もええだけどだからこそあなたに知ってほしいの世界にはいろんな色があるってことそうして私と彼女の絵を通じた交流の日々は始まったねえは先生何 春日って素敵な名前ですね春の日春のお日様暖あったかくて私好きですあらありがとう <laughs> でもね私実は冬が好きなのえそうなんですかええ冷たく張り詰めた凛とした空気も 舞い落ちる立夏もどれも美しいと思うものまあ冬って寒くて苦手な人もたくさんいるけれどその分春が待ち遠しくなるでしょそんなところも好きなのよん私はやっぱり春や夏が好きです寒いのは苦手 そんなたわいのない会話をしながら彼女はパレットに出した絵の具からお気に入りの色ばかりを使って絵を描いていく絵を教え始めてから3ヶ月ほど経ってテーマにかかわらず特定の絵の具の減りだけが早く特定の色は全くと言っていいほど使わないことに気づいた寒さを知らなければ 誰かを温められないでしょ<あ>痛みを知らなければ誰かに優しくできないでしょ辛さを知らなければ幸福に気づけないでしょあ,あなたが今抱えている心の痛みは頭の中の冷たさはいつか誰かをそうね。 まずはひなたさん自身を癒すための力になるの私を癒すええそしていつか同じように苦しむ誰かにもきっと気づいてあげられるわ暖かな春を迎える前に厳しい冬があるように好きも嫌いも辛いも寒いも悲しいも何一つ 無駄じゃないのよ私は彼女が使わない色をパレットから選び筆ではなく指ですくうそしてそのまま自らの頬をなぞったあ先生ひなたさんこの色はあまり好きではないでしょうこの色をまとう私から。 目を背けたいと思いますか驚いた様子の彼女に私は絵の具に汚れた顔をそらさず向ける戸惑いながらも彼女も私から目をそらすことはなかった思いません何色だとしても先生は先生です <laughs> そうありがとうさっき 私の名前を褒めてひなたわ、ね、日向さんも素敵な名前よ温かなひなたどんな日陰があってもうんうん日陰を併わせ持つからこそ温かく出る心地よいひなたありがとうございますはる先生窓から差し込む温かな光は軒下の溶けかけたつららを照らし 七色にきらめく季節はもうすぐ春を迎える雪が溶けたら彼女を連れて外の世界を見に行こう空想の中の永久の春に咲く花の美しさよりも実際に自然の中に連れ出してつぼみも散る花びらも枯れかけた葉も花の咲く様の全てを見せたい そうして感じるままキャンバスに描いてほしいそんな春の日を夢見ながら私はそっと内緒話でもするように彼女に耳打ちをしたねえもしも心が凍えてしまいそうな時道に迷いそうになった時はたるヒと唱えてみてたるヒ… 日はつららあなたを閉ざす窓から見える冬の象徴そしてたる日はたる日道足りた日を重ねた証私にとって正反対の2つの意味ですねええそしてひなたとある日2人の名前を合わせた響きね それから彼女は何度もたる日とつぶやいてうれしそうにほほ笑んでいた彼女の心の雪解けもきっと近いそれから春を迎え雪解けとともにようやく彼女は冬の間中閉じこもっていた部屋を自らの意思で出ることができたたった一歩さらに一歩 それは彼女にとっての大きな進歩だ。家のリビングで湯気立つ紅茶のカップを描いたり庭に出てガラス越しではない空のスケッチをしたり近所の森林まで足を伸ばし花を観察したり彼女の世界が開けるにつれ少しずつ彼女の絵はさまざまな色を取り入れるようになっていった。 やがて夏の始まりに差し掛かり、もう技術的に彼女に教えることはほとんどなくなっていた。そしてあの頃とは比べ物にならないほど彼女の描く世界は生き生きとしている。つい先ほど私が訪れる前にひなたさんと同い年くらいの少女が彼女の家から出てくるのを見かけた。もうすぐ。 学校にに行けるるようにななかもしれない。そんなことを考えながら今日は庭先で彼女の作業を見守る完成間近の花の絵を描きながら彼女はいつもより幾分明るい声で何気ない様子でつぶやいた私学校で発言力の強い子に無視されてたんです突然の内容に。 一瞬言葉が出てこなかったけれど彼女はキャンバスに向かったまま私を振り返ることなく話を続ける何が悪かったわけじゃない私は単にその子の好きな色じゃなかっただけそうだったのそれはつらかったわねはいでも みんながみんなそうじゃなかった気にかけてくれる子もいたんだって最近になっていろんなものを見られるようになってやっと気づいたんですあらそれって今日会いに来ていたことかあ、見てたんですかええ入れ違いだったからたまたまねあの子は 無視が始まった後にも変わらず仲良くしてくれた子でしたすごく嬉しかったでも私といることであの子も無視されたら大変だと思っただけど突き放すこともできなくて私は結局そのまま学校に行かなくなりました苦しかった日々を懐かしむように語る彼女はやがて照れくさそうに笑って あの日私が頬に塗った色を筆にのせる今日見かけた少女が着ていた制服のスカートの色だったうつむいた時に目に入る色私は学校は全部怖い色だって思い込んでたんですちゃんと優しい子もいて楽しい思い出もあったのに全部捨てて きれいなだけの作り物の世界に逃げたくなった学校を思い出させる朝なんて来ないでずっと夜のままでいてなんてお月様と話してたこともあるんですよ <laughs> それはおかしなことではないわ私も朝なんて来なければいいと思っていた頃があるもの先生にもええ 完璧ななな人間なんていないもの先生だって朝が嫌いな日もあるわ <laughs> そっかそうですね彼女の持つ筆はパレットを自由に行き来し好きも嫌いもあらゆる色を選び取り真っ白だったキャンバスを彩る完璧を求めて 何かを見ないふりするんじゃ結局欠けて穴だらけきれいなものだけを選ぼうとしたら絶対偏るんだってちゃんと気づきましたそもそも私を無視した子を見てたら分かったはずなのに私もずっと目を背けてたから嫌なものから目をそらさずにいるのはとても勇気のいることだもの 稲田さん強くなったわね強さも弱さも全部私弱さを知ったから強さを見つけられたそれを教えてくれたのはある日先生ですよやがて彼女が完成させた花の絵は咲き誇る美しさだけではなくその合間に隠れた花開く前のつぼみも。 落ちそうな花びらもあせて枯れゆくさまもありのままの世界を映し出していたまあとても綺麗よ素敵な絵ねありがとうございますねえ先生たるひってつららと満ち足りるひとわたしの名前ともうひとつ意味があるんですね あら、何答えに至る日私たちの塗り重ねた日々の全部が今日の色になるってそれが明日の未来のベースになるって私やっと分かりましたそうこれからの日々をあなたがどんな色で描くのかとても楽しみだわ。 長く冷たい暗闇を抜けて暖かな日向で笑う彼女が月と語らい明けない夜を願う日はきっともう来ないのだろうそれから学校に通うことになったという彼女に絵を教えることはなくなり目まぐるしい日々の中新しい色を集めているであろう彼女とは自然と疎遠になってしまった。 そして数年が経ち、生きていれば彼女と同い年だった孫の命日に、幼い孫の似顔絵に花を備えた時だった。不意に力強い風が吹き、ノックのように窓を揺らす。窓際に差し込む暖かな春の日差しを感じて、こんな光の中、たる人。 魔法の呪文のように繰り返し笑っていた彼女のことをふと思い出した。よしできた。<laughs> 手紙なんて何年ぶりかしらね。最初の一文も悩むけれど最後も迷うわ。しばらく迷ってから私は最後の一文を綴る。 慣れ親しんだキャンバスのような真っ白な封筒にその言葉を託したこれからも続く彼女の長い人生の中時に傷つきまた闇の中をさまよう日が来るかもしれない悩み立ち止まりうずくまる日もあるかもしれないそれでも私は願う今 あなたが描く世界がどうか色彩にあふれた優しい世界でありますように。タルヒ